社会とか人生っていうのはですね、苦手な科目を努力してやらなくていいんです。ゆうさん、年齢区分13歳から17歳、もうこれでもうついつい取り上げてしまいますよね。平さんの好きな曲は何ですかとカラオケのレパートリーを言えばいいでしょうかね。昭和な私に昭和な曲を。昔ですね、私がね、まあ、ゆうくん24、3、4ぐらいでしたかね。まあ私が若い頃も当然あるわけですけど、その時にね、銀行のですね、まあ接待とかでよく私当時から歌って踊れる銀行員でですね、その時によく言われたんですね。平くんね、君たちの歌うような若い歌をね、歌っててもダメなんだよね。ここの世代の人が喜ぶ歌。で、当時ですね、昭和歌謡全24曲とか、日本の軍歌カセットテープですよ。全何巻っていうのを買ってですね、覚えて歌うと、まあおじいちゃんおばあちゃんの世代がもう大喜びしてくれたのを覚えてますけれども、私はね、カラオケなんかに行くとですね、まあ歌うとすればですね、結構剣道やってて、キエーって言うから剣道してる人はね、大概高音が出るんですね。私ね、キーがね、一致するのは矢沢永吉さんとか、井上陽水さんで、すごくキーが高かったんですけれども、40代の時にね、ポリーブ5回手術して、それでちょっと声帯の上切っちゃったんで、もう高いキーが歌えなくなっちゃって、まあ、それからですね、カラオケに行くとですね、視界が専門。日本列島西東とかですね、騙した男が悪いのか、騙されたあなたがバカなのか、私は今日も北に行きます、男を恨んで25年西村美久がみたいな形で、まあ盛り上げるのがうまいうまい。まあコロナがですね終わったら、まあ一回皆さんとですね、そういういろいろですね、順次のゲーム披露させていただきたいかな。好きな曲ね、ほんとなんかな、結構何でも聞くんですけどね。ただみんなが言うのはセンスが古いって言うんですよね。まあそれが問題ですかね。キラキラさん、高校生の息子がいます。苦手な科目があり、いつも成績不良で、将来の目標もなく、スマホと遊びばかりで、親として注意すると嘘をついたりはぐらかしたり、この先は本当に心配です。キラキラさん、心配しなくても、日本全国そんな人いっぱいいますよ。夫は単身赴任で、ほとんど私一人で子育てをしている状態です。息子からすればどんな言葉もうざいと感じるようなので、つい感情に任せて口頭が多くなってしまうので、何かご助言いただけたらと思いまして質問させていただきましたと。多分ですね、まあ、あなたがしなかったことをやるんでしょうね。多分あなたは真面目に一生懸命勉強したりとか、苦手科目を努力してとか言うんですけれどもね、ちょっと考えていただきたい、整理整頓していただきたいことがあるんですけど、勉強って何をするのかっていうとですね、この子にどこに適性があるのかを探すわけです。義務教育が一通り勉強するのはね。皆さんもそうですけど、得意科目と苦手科目っていうのがあったんですけど、社会とか人生っていうのはですね、苦手な科目を努力してやらなくていいんです。お掃除が苦手な人は、あなたの街の100番100番でしたよね。で、皆さんにとって水のトラブルは500、500。お願いするとすぐ飛んできてくれるんですね。今ピポピポ入ってますかね。こういう風にすぐ飛んできてくれるわけですよ。でですね、多分あなたのお子さんがですよ、学科として得意科目が全くなかったとしても、この子のいいところってなんだろうって、例えば友達関係多いとか、なんか知らないけど他はダメなんだけど、ゲームは最後までクリアするとか、学力レベルは1なんだけれども、ドラクエはレベル100まで頑張るとかですね、なんかその辺スイッチの字幕が小さくても文句は言わないとかですね。今日西村美久が目がしょぼしょぼするってこう文句言ってましたけれども、そういうような
ことがないとか、ちょっとそういうのを探そうと思ってください。私がね、好きな言葉でですね、銀座丸勘の社長の斉藤ひとりさんっていう、まあ、本もいっぱいね、出されてますけれども、本当についてるついてるっていう方のグループの親分なんですけど、その斉藤ひとりさんっていうのは中学校の時にですね、もう目が覚めたら2時間目、3時間目が始まっててですね、もう学校に普通には行けなかった。で、お母さんはですね、まあ、あなたみたいに学校に向いてないのをお母さんは初めて見たわ。でもね、神様ってね、何にも向いてない人間を作るはずないでしょ。だからきっとあなたは社会人向きなのよ。だからあなたはね、どんないい社会人になるのか、お母さんはもう楽しみで楽しみでって育てられたんで、ひとりさんは、ほらそうなんだ、社会人向きなんだ、どんな社会人になるんだろうって楽しくてしょうがなかった。でね、あなたはダメよ、あなたはダメよって魔法にかけないでください。お母さんの言葉っていうのはすごく影響力がありますからね。だからお母さんはですね、どれだけ心配しても結果これです。もう分かってますよね。だからもう諦めてください。だったとしたら、私はこの子の一人一番の目標になり、いやー、産んどいてよかったわーっていう人にぜひともなっていただきたいんですよね。あなたにとってですね、もうこの子っていうのは自分は誰の喜びにもなれないとか、自分っていうのはなんか迷惑ばっかり心配ばっかりかけると思わしちゃダメですよ。あなたっていうのは本当に昔ね、元気で暴れて、いっぱい飯食うだけでお母さん喜んでたんだよみたいな、この子にあなたは誰かの喜びになれますよという、あなたが証人にお母さんなってあげてください。でですね、そうするとやつの目もあなたのペンネーム同様キラキラってするようになりますから、まああなたのやり方とは合わないかもしれませんけれどもね。こんにちは。今日は心理学もっと勉強したい人のための宣伝だよ。一番手軽で簡単な方法は、毎週水曜日21時からニコ生ライブやってます。 YouTube でも見られるんだけど、21時20分までは無料で見れます。有料会員の皆さんになると、質問コーナー毎週毎週平と質疑応答ができるのプラス、平のレクチャー映像が52本、音声だけの聞く丸っていうのが66本も聞き放題、ニコ生の過去の映像はなんと今80本も見放題、これ毎月550円で見れるって、もう頭おかしくないですか。ここの社長、簡単に550円で勉強し放題だよ。詳しくはコメント欄見てね。こんにちは。今日は皆さんにお知らせがあります。私はなんでこうなんだろう。彼はなんでああなんだろう。そんなことを知りたい皆さんに、私どものオンライン講座というものがございます。いつもここで見ていただいています恋愛心理学講座の他に、心理学入門講座、さらにカウンセリング講座なんていうのもあります。カウンセリング講座っていうのはカウンセラーになる人だけではありません。カウンセリングっていうのは、彼はなんでああなんだろう、こんな時に彼になんて言ってあげたらいいんだろう、まあいわばパートナーシップ、つまりあなたは彼の専属カウンセラーと言ってもいいかもしれませんよね。1ヶ月オンライン講座フリーパス23,100円で10講座も受けれます。3ヶ月のオンラインフリーパス63,800円、人によっては1年間のオンラインフリーパスを勉強しちゃうなんていう人もいますね。これは179,300円。もう一講座に割ると1000円ちょっとでお勉強できてしまいます。もしこういうことに興味がある、またカウンセラーになりたいなんて思ってらっしゃる皆さんは、概要欄の方をチェックしてくださいね。もしよろしければ無料説明会というものをズームでやってますので、一度来ていただけませんか。そうするとですね、皆さんに入会金無料、そして
一つの講座、お試し講座って言うんですけれども、Zoom の講座を一つプレゼントいたしますから、それでどんなものかちょっと見に来ていただくこともできます。人にとっては本格的にカウンセラーになりたいっていう人、まあ私どもではとてもたくさんいらっしゃいますけれども、一度無料説明会にお越しください。よろしく。